シザーハンズ、シザーハンズ、現代は、1990年のアメリカ映画、純真無垢な心を持つ、人造人間と少女の交流を描いたファンタジー映画、PG12 指定。寒い冬の夜、雪はどうして降るのと孫娘に聞かれた祖母が話し始める。昔々、街外れの山の上の屋敷に孤独に暮らす、老発名家がいた。屋敷の中で、 全自動クッキー製造機などの数々の発明品を作り出した彼はついには生命の創造に挑み一人の人造人間を生み出す彼はそれにエドワードと名付けて愛情を持って接する不完全な部分を自らの発明品で補うためにハサミを使って作った仮染めの手を両手にそれから大きなハート型のクッキーを選んで心臓とするそして 彼はついに本物の人間と同じ形をした両手を作り出すが、それをエドワードに披露した矢先、急な発作を起こし、エドワードを一人残して、この世を去ってしまう。エドワードは両手がハサミのまま、屋敷に一人残された。ある日、エドワードの住む屋敷に、ペグという化粧品のセールスの女性がやってくる。心優しい彼女は、奇怪な姿をしたエドワードを発見した後、彼を、 パステルカラーの家が並ぶ街に連れて帰る子にする。手がハサミのエドワードは食事さえままならないが植木を様々な形に美しく整えたり、ペットの毛を買ったり、女性たちの髪を独創的な感じにカットしたりして地域の人気者になってった。やがてエドワードはペグの娘キムに恋をする。ある時エドワードはキムのボーイフレンドのジムに利用され夜間に彼らと一緒に ジムの家に不法侵入するが、警報装置にかかったエドワードだけ逮捕されてしまう。キムを気遣ったエドワードは真相を語らず、周囲の人々は彼を避けるようになったが、キムはエドワードの優しさに惹かれ始め、ジムは嫉妬を募らせてゆく。クリスマスの夜、氷の彫刻を作って、美しい雪を降らせていたエドワードは誤って、キムの手を傷つけ、ジムに罵られて、 家を追い出されてしまう。キムはジムに怒りを覚え、絶好を言い渡した。怒り狂ったジムは焼け酒を飲み、飲酒運転の車で、キムの弟のケビンを引きそうになる。まあ、一発で、ケビンを助けたエドワードだが、その際にハサミで、ケビンに怪我をさせてしまう。危険な化け物として、町の人々に責められたエドワードは、屋敷へと逃げ込んだ。エドワードを案じたキムは、 彼の後を追うが、さらにそれを追ってきたジムともみ合いになり、エドワードは彼を殺してしまう。キムはエドワードに、愛してると言って、別れを告げると、屋敷に残されていた、かつて発明家が作り出した、エドワードの両手とはまた別の、ハサミの手を持ち出すと、屋敷に押し寄せてきた街の人々にその手を見せて、エドワードは死んだと偽り彼をかくま。それ以来、エドワードが来る前には降らなかった雪が、 毎年クリスマスの時期になると街に降るようになったのだと言う。どうしてそんな話を知ってるのと尋ねる孫娘に祖母は答える。そこにいたからよ。彼には今も見えるはず。彼が降らせた雪の中で踊る私の姿が、その言葉の通り、山の上の屋敷では昔と変わらない青年の姿を、下エドワードが両手のハサミで氷の彫刻を作っていた。 彫刻を作る最中に飛び散った細かい氷の粒こそが空から降る雪の正体だった。そしてその氷の彫刻が肩切っているのは若き日の祖母、すなわちかつてのキムの姿であった。繊細で心、有識人造人間エドワードと人間の娘、キムの間に芽生えた愛が今もなお生き続け、そしてささやかな奇跡を生み出しているのを明かす形で、 物語の幕は降りる。映画の撮影のほとんどは、フロリダ州タンパー近郊の町、デイドシティ、ウェスリーチャペル、ラッツなどで行われた。撮影に使われた家はすべて現役の住居であり、住民の了承の上で貸し切って、撮影を行っている。10代の頃のティム・バートンはいつも孤独で周囲の人間との関係に問題を持っており、 そのような少年時代の経験がシザーハンズにも反映されている。ビートルジュースのプリプロダクションを行っている間に、バートンは当時まだ若い小説家であったキャロライン・トンプソンをシザーハンズの脚本家として雇った。バートンはトンプソンの短編小説、ファーストボルンに感銘を受けており、ファーストボルンには自分がシザーハンズで表現したいものと同様の 心理的要素があると感じたからである。トンプソンはシザーハンズの脚本を書き上げ、バートンはシザーハンズの企画をワーナーブラザースに持ち込んだ。しかし2ヶ月後にワーナーブラザースは映画上映権を20世紀フォックスに売却し、20世紀フォックスはトンプソンの脚本を評価し、バートンを監督においてシザーハンズの企画に予算を出すことに同意した。当初、 エドワード役にはトム・クルーズが候補に上がっていたが彼が要求したハッピーエンドをティム・バートンが却下したため降板した。ティム・バートンは初めて会った時のジョニー・デップは箸にも棒にもかからないほどに下手な役者だったとしている。同時に自分の枠を突き破ろうとする意欲のある役者であったとして映画監督とはそんな役者と仕事をしたい職業なのだと語っている。 ジョニー・デップはこの映画の後、ティム・バートンと良きパートナーとなった。ジョニー・デップ自身この作品には思い入れがあるため続編をやりたいと語っている。発明家役のヴィンセント・プライスは、この作品が遺作となった1993年10月25日に、高い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。